ビル・ウージー・バートはアメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター。2015年のミックステープ、ラブ・イズ・レージで広く知られるようになり、2016年にリリースしたデビューシングル、マネー・ロンガーがダブルプラチナディスクに認定される。2017年、ミーゴスのバッドブージにフィーチャリングで参加し初の全米1位を獲得。その後、自身のシングル、 XO ツアーリフさんがヒットし、アメリカで 7X プラチナディスクに認定される。デビューアルバム、ラブイズ・レイジには、ビルボード200で、初登場1位を記録した。2020年には2枚目のアルバム、エターナル・アタケをリリースしている。ライブでのリルージーバーとフィラデルフィアで生まれ育ち、2015年のミックステープ、ラブイズ・レイジで広く知られるようになる。 その後アトランティックレコード参加の DJ ドラマのレーベルジェネレーションナウト契約。2016年にリリースしたデビューシングルマネーロンガーはビルボードホット100で54位を記録しダブルプラチナディスクに認定された。続いて発表したミックステープリルージーバート VS ザワールドはビルボード200で37位を記録。シングル You are i g h t はホット100で40位を記録する。その後、グッチメインとのコラボレーションを含む2枚のミックステープを発表。2017年、ミーゴスの Bad ブージ e にフィーチャリングで参加し初の全米1位を獲得。その後、自身のシングル XO ツアーリフ3で全米7位を記録。アメリカで 7X プラチナディスクに認定される。デビューアルバムラブイズレイジには、 ビルボード200で初登場1位を記録する。2019年12月13日、ニューアルバムの先行シングルとして、フットサルシャッフル2020をリリース。2020年3月2日、先行シングル、ザットエイをリリース。3月6日には2枚目のアルバム、エターナルアタケをリリースした。11月13日には、フューチャーとのコラボレーティブアルバム。 フルート X ベビープルートをリリースした。リルージーバート GQ のインタビューで、リルージーバートは、チョコレートアレルギーであることを明かしている。ラッパーのリルピープの死後、ウージーは薬物をやめて、男子を試みていることを表明した。ラッパーで友人でもある、XXX テンタシオンの死後、リルージーバートは、ソーシャルメディアで、他のラッパーに助けを求め、 XXX テンタシオンの家族と子供を養い、重暴力に対抗する基金を設立した。リルージー・バートは2014年から2017年までファッションデザイナーのブリタニー・バードと交際していた。二人はパーソンズ・スクール・オブ・デザインに通っていた時に知り合ったという。リルージー・バートはラブ・イズ・レイジの収録曲ニューヨーク・ナイツ・アット21で初めて ブリタニーバードに言及し、その後も彼女についての楽曲を複数制作している。シングルマネー・ロンガーのミュージックビデオにはブリタニーバードが出演していた。2017年6月26日にリルージー・バートがストール・ユア・ラブと題した新曲を発表し、二人が発曲したことに言及した。リルージー・バートはサタン数敗者であると非難されてきた。 最大のインスピレーションと呼ぶマリリン・マンソンがサタン崇拝を支持していたことに触発されたと言われている。リルウー・ジー・バートはソーシャルメディアに悪魔崇拝的な画像を追加し、666などの悪魔崇拝に関連するフレーズをよく口にすることで論争を巻き起こした。二千十六年十二月八日、リルウー・ジー・バートはジョージア州アトランタで無謀なダートバイクの運転で、 逮捕された。友人と一緒に無糖化でヘルメットをかぶったまま、ダートバイクを運転し、警察に追われる際に、ダートバイクから転落し、徒歩で逃げようとしたが逮捕され、6500ドルの保釈金で拘束された。その後、社会奉仕の刑を受けることで、最終的に告訴は取り下げられた。2020年10月、フィラデルフィアの路上で、 ペイントボールの銃撃戦に巻き込まれたリルージー・バートと他の数人が逮捕された。彼はインスタグラムで騒動の動画を共有した後に捕まった。2016年4月29日、アトランタ出身のラッパー・オージー・マコがソーシャルメディア上で暴言を吐いた。オージー・マコはリルージー・バートのラップスタイルに言及し、自分がリルージー・バートのために 道を切り開いたと述べ、ラップスタイルを盗まれたと主張した。9月、オージーマコとリルージー・バートの確執は解消された。リルージー・バートは所属レーベルジェネレーションナウのオーナーであるドン・キャノンと DJ ・ドラマとの間で自分の音楽をめぐって、硬着状態に陥っていた。リルージー・バートはアルバムラブ・イズ・レージ2の遅延をめぐってドン・キャノンと DJ ・ドラマを侮辱し、 ジェネレーションナウとの契約を避けるよう人々に忠告し、DJ ドラマを年寄りと呼んでいた。2018年初頭、リルージーイバートは、ジェネレーションナウに不満を抱いていることをツイートする。これに対し、仲間のラッパーである、リッチザキッドは、自身のレーベルである、リッチフォーエバーミュージックと契約していれば、そのような問題は起こらなかっただろうとやゆした。 それに対しリルージーバートは20ラックでは契約しないと答え、リッチザキッドはどちらにしてもオファーを受け入れる価値があっただろうと答えた。まもなく二人の間でインスタグラムやツイッター上でのディスがエスカレートしていく。2018年3月、リッチザキッドはディストラックデッドフレンズをリリースした。2018年6月、 スターバックスでリッチザキッドとリルージーバートの間で喧嘩が発生したが警備員に止められたアルバムミックステープありがとうございます。